おはようございます。速稼塾の久保でございます。3月3日になりまして、なんとなくテクニカルが働いてきたんではないかなというふうに思っております。まあこれはね、私の力量ではやっぱりね 2,3 週間かかるなっていうところでもあるんですよ。まあですんで、力量の高い方にとってみたら、まあ最初の1週間ぐらいでね、軌道修正して、ああいうふうな中でもきっちりと理覚していってるんではないかなと思いますけども、私はね、やっぱりね、素直に自分の力はそこまでないというふうに認めて、で、逆にですね、もうこれを機会に、もう投資はこりごりだとかっていうところでもないと。まあ1ヶ月も経たないうちに、なんとか軌道修正して利益を取れるような目算が立ってきたかなっていうのは、私なりにね、自分の力量を測る上で一つの救いになったかなと思いますね。それではね、日足の方から見ていきます。はい。やっぱり、横ばいになりながらも、大きくは横ばいに見えるでしょ、こういう風に横ばいになったように。でも全体的には右肩上がりを堅持してるわけなんですよ。ただここは徐々にちょっと狭まってきてるところが見て取れるのは間違いないです。その中でも上の方にブレイクする、そういった力はね、かなり溜まってるんではないかなと思いますよね。移動平均線がここから入って、現在ここですから、やっぱり素直に見ても右肩上がりになっていって、しかも二つのポイント、こことここを抜けるような形で今、トライアングルを作ってるんじゃないかなっていうふうに、日足は見えますよね。で、4時間の方に移りますと、一番右側のチャートは一方的に上昇しているところが見て取れます。ただ、ここを抜くには至らなかったってことですよね。さらに、ここはまだまだ夢のまた夢ってことになります。ただね、逆に、ここはもう割らなくなってきたんじゃないかなと思うんですよ。引いて言えば、この辺りですよね。114円の750はもう割らないんじゃないかなというふうに思います。うん、もうちょっとね、この辺とも言いたいんですけども、まあ、110円の750ですね、うん。で、悪い円安にこれからまたね、返り咲いていくという時に、おそらく、ここも近いうちにぶち抜いて、115の725をぶち抜いて、ついでに、ここのライン、116円の6円の155もぶち抜いていくんじゃないかなと思います。まずは手始めに、日足の方から、今度、1日足を見ていってですね、このポイントを破るところを見ていけばなと思います。で、ちょっとゾーンをね、引きましょうか。今、お示しした丸と、ここの丸をつないでですね、ちょっと乱暴ではありますけども、こういったゾーンを作っていこうかと思います。115円の730を、まあ、貴重にしたゾーンですんで、ここを破ったら倍で入りますってことですよね。115円の、ちょっとサムネイルついでに作りますね。サムネイルの作り方が、もし学びたい方は今の図を見といてください。はい。で、ここでですね、今日は3月3日です。ちょっとでかいな。ちっちゃくしよう。115円の730で、倍で、エントリー。あ、ブレイクにしときましょうか。はい、こういうふうな形で、目算を立てました。今日が木曜日ですんで、明日がね、材料になるんですよね。まあ、ですんで、来週にこうなればいいなっていうところですか。うん、じゃあ、これを閉じて、今日の放送は以上になります。はい、じゃあありがとうございました。